編入することになりました。内山由美です。みんなよろしくね。私内山さんの歓迎会したい。おお、おせっかいババアの本領発揮だね。ババアは余計だね。でも確かに同じ転校生としてほっとけないよね。そうだ、こんなのどうかな。こにょ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 、いいね。ユミリン歓迎会始まり始まり。ユミリン、西さんと須崎さんだっけ。アスカでいいよ。よろしくアスカ。あ、私も握手したい。よろしく。ユミリンは休みの日とか何してるの。うーん、割と家にいることが多いかな。じゃあさ、今度うちに遊びに来ない。あ、いいの。もちろん。じゃあこのメモに住所書くから私ん家に来て。住所？普通駅で待ち合わせとかじゃないの。いいの、今すごくユミリンに住所教えたい気分だから。よくわかんないけど、あ、まあいいよ。やったー、ユミリン大好き。いや、やめろって。ぐにゃ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 。ユミリンの髪いい匂い。いやー、白いおかぐな。私にも嗅がせて。ねえねえ、シャンプー何使ってんの。ねえ、あ、何言ってたよ。ユミリン、ジュース一口ちょうだい。いや、自分のあるじゃん。なんか今、猛烈にユミリンが口つけたジュースが飲みたい。いやいやいや、おかしいだろ。ねえ、いいでしょう。ちょっと待って。やれ。お、ね、ユミリンが口つけたジュースおいしい。だからなんなんだよ、怖いよもう。やったね、これでお題クリア。あ、やっぱり強引すぎ。お題？どういうこと？ユミリン、ごめんね。実は…バレずに仲良しミッションバトル？うん、せっかくだから何か面白いことやりたいって話になって、歓迎会の中に隠された課題をどちらが早く達成できるか勝負することになったの。また変なこと考えるなぁ。あれ？じゃあ私の歓迎会も嘘ってこと？それは違うよ！ユミリンと仲良くなりたい気持ちは本当。私もそれは絶対に絶対だよ。ごめん、そうだよね。まあなんだかんだ面白かったし、二人ともありがとう。改めてよろしく。うん、よろしく。しかしおかしいと思ったんだよ。匂い嗅いだり関節キス迫ったりなんて普通しないもんな。あ、でもあやっぺは平常運転だよ。え？